おはようございます出席。出席議員半数以上であります。これより議事日程第3号により本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について、2月25日に引き続き、会派代表質問を行います。33番向山宗子議員 皆様おはようございます公明党の向山宗子です新型コロナウイルス感染症のパンデミックが宣言されてから2年が過ぎようとしていますコロナでお亡くなりになられた皆様愛する家族や友人を亡くされた皆様に謹んでお悔やみを申し上げ今なお 病と戦っておられる皆様の一日も早いご回復をお祈り申し上げますまた、医療従事者をはじめ様々な立場でコロナとの戦いに奮闘いただいている全ての市民の皆様に心から敬意を表し感謝申し上げます今、世界ではロシアによる ウクライナへの軍事的侵攻という、あってはならない事態が現実に起きており、コロナ禍の上にさらに不安な状況が続いています。世界が一日も早く平和を取り戻すことを心から願い、長崎市議会議員として、今、私たちにできることを一生懸命行っていきたいと思います。不信 不安ではなく、信頼、安心を市民の皆様に持っていただけるような姿勢を念頭に置いて、公明党・会派を代表し、質問通告に基づき質問させていただきます。市長並びに関係理事者の皆様の明快かつ前向きなご答弁をお願い申し上げます。1、新型コロナウイルス感染症対策について、 1、療養者への具体的な対応のあり方。新型コロナウイルス感染症に感染された方は、その病状により、入院のほか、宿泊施設、自宅で療養されることになりますが、その方々への対応は、どのように行われておられるのでしょうか。今回の感染第6波において、 自宅療養者への健康観察の電話がかかってこなかったり電話の受け答えが高圧的だったなどの声が聞こえてきています感染者が急増したこともあるのでしょうが十分な対応がなされていないのではないかと心配になりました療養者に寄り添った適切な対応ができるような体制になっているのか見解をお示しください 各国に5歳以上、11歳以下の者へのワクチン接種の在り方、5歳から11歳の子どもたちへのワクチン接種については、多くの保護者の皆様が、不安や疑問を抱いておられると思います。東京都などでは、すでに接種が開始されているようですが、本市においては、どのように行っていくのか。 効果や安全性、副反応、努力義務ではないことなど、丁寧にお伝えし、説明をして、ご判断いただくことが重要と考えます。また、接種方法にも、細やかな配慮が必要だと思いますが、お考えをお聞かせください。2、平和行政について。かっこ1 核兵器禁止条約第1回締約国会議への取り組み。核兵器禁止条約第1回締約国会議は、本年3月、まさに来月、ウィーンで開催の予定でしたが、コロナの影響で延期となりました。世界初のこの会議を契機に、立場の違いを超えた対話につながり、直ちに署名、 批准に踏み切ることが難しくても条約の持つ意味を前向きに捉える国々の輪が広がっていけば各時代に終止符を打つための力に結実していくと信じてやまないところですある記事では条約の締約国は会議に各国の代表だけでなく広島・長崎の被爆者なども招いて 対面で開催することとを重視ししていたたありました3月開催に向けて、長崎市は、被爆者の方々とどのように連携をし、被爆地からの訴えを準備されておられたのか、また、延期後の会議に向けて、今後、どのような取り組みをされるのか、見解をお示しください。2. 黒い雨と 被爆地域拡大の取り組み、広島の黒い雨訴訟において、広島高裁は昨年7月、国の援護区域外で黒い雨を浴びた原告全員を被爆者と認めました。これを受けて、昨年10月、我が党の秋野構造参議院議員も厚生労働省に対して長崎の 被爆体験者の救済ををを求めるる要望書と署名簿を提出する橋渡ししさせていたた。だきましたまた、同年12月21日に参議院会館で行われました公明党原爆被害者対策委員会委員長は秋野でございますが、そこにおいて、黒い雨被害者救済のための被爆者認定指針改定に向けた、 広島県市、長崎県市との協議状況を厚労省より説明を受けた席上、我が会派の久佐議員も状況をし、被爆者認定の要件を柔軟にするよう要望をさせていただきました。しかしながら、国は原告84名と同じような事情にあった方々についても、救済するとの方針を示したにもかかわらず、 長崎は対象となっておりません黒い雨と被爆地域拡大の取り組みの現状をお尋ねします 3. 原爆資料館の体制強化市長は指定方針の中で被爆100年を見据え策定したピース100アクションでは被爆の記録と記憶を未来につなぎます 平和について考え、行動する人を増やします、を基本方針として掲げています。これらの基本方針のもと、被爆の記憶プロジェクト、平和の文化プロジェクト、原爆資料館進化プロジェクトを設け、若い世代にも共感を得られるような時代に応じた伝え方を取り入れながら、スピード感を持って進めます。 とおっしゃっておられますが、このプロジェクトを実行していくための人材の体制は現在どうなっているのでしょうか。取り組みの要となる原爆資料館の学芸員は、館内の収蔵資料の保存・整理はもとより、長崎原爆遺構をはじめとする館外の遺構の保存・活用など、 多大な業務を担っておられますが、その学芸員の体制が現状不足しているとお聞きしています。直接、被爆者のお声を聞くことができなくなる、被爆継承の残された時を考えると、ここ数年の学芸員の役割は、最も重要な時期を迎えていると思います。中長期的な視点、 人材育成の観点も踏まえお答えください。3、教育行政について。かっこ1、はじめまして絵本事業の見直し。私が議員になって2年目、2008年の6月議会で提案をさせていただき、その2年後に実現をした、はじめまして絵本事業は、赤ちゃんに絵本をプレゼントして、 読み語りの重要性を伝えるイギリス発祥のブックスタートの長崎バージョンです。初めて絵本をもらった赤ちゃんが小学校を卒業するほどの年月が過ぎ、この授業も定着をしております。以前、ある女子学生の方から、幼い弟が市から絵本をいただき、本当に嬉しかったと、 伺ったときは、私も本当にうれしく、この事業の大切さを再確認させていただきました。現在、4か月検診の際に、引き換え券をお渡しをし、図書館や近くの地域センターなどの図書室で、後日、絵本をお渡しをしています。4か月検診の受診率は97%なのに、 絵本の引き換え率は7割,7割から8割、この12年間変わっていない状況です。そもそも、本来のブックスタートとは、検診の際の待ち時間を活用して、読み語りをしながら、その場でお渡しする方式ですが、長崎は、子ども部の会場のすぐ後ろに検診会場があり、 大変狭かったため、どうしても従来のブックスタートは実現をできませんでした。苦肉の策でやれることからやっていこうという市長のお声で長、長崎方式として引き換え権としたものです。念願の市役所新庁舎が完成する機会に事業方法を見直して、絵本を 一人でも多くの子どもたちの手に渡すお考えはないかお尋ねします。括弧こ2、学校図書館への支援拡充。令和4年1月に、4年度から8年度を対象期間とする文部科学省の第6次学校図書館図書整備等5か年計画が策定をされ、特に図書の整備、 新聞配備、学校図書館支所の配置について、今後の学校図書館環境のさらなる充実を図ることとされています。このような中、令和2年、令和3年度に大幅に削減された本市の図書の整備にかかる予算の見解と今後の取り組み、また新聞配備、 学校図書館支所の配備に関しても長崎市の学校図書の充実をどのように図ろうとされておられるのか考えをお示しください 3. 不登校対策の取り組み2020年度全国の不登校の小中学生は19万6千人を超え過去最多となりました新型コロナウイルス感染症の流行で マスクの着用が当たり前となり、環境が大きく変わった教育現場で、子どもたちは今まで以上に悩みや不安を抱えながら、学校生活を送っているのではないでしょうか。不登校が長引くと、勉強についていけなくなったり、生活リズムが逆転して外に出づらくなったり、引きこもりにつながる可能性も高まるのではないでしょうか。一方、不登校の原因はさまざまであり、 不登校になりにくい環境を作っていくことはもちろんのこと、不登校になった場合のさまざまな支援の充実が求められます。特に学習面において、今年度からスタートしたギガスクール構想で、児童・生徒1人に1台ずつ配布された Chromebook を活用したオンライン授業や、今後導入予定の AI ドリルを活用した 個別最適化した学習の充実が必要と思われます本市の取り組みをお示しくださいまた、お子さんが小学校6年生の時に不登校になったある保護者の体験談ですが、不登校になって昼夜が逆転して、生活のリズムが乱れると、一層学校に戻りづらくなると考えたその方は、不登校の間も、 子ども食堂のボランティアなどに子どもを送り出し、日常の生活リズムを崩さないことを心がけたところ、2ヶ月程度で不登校から抜け出すことができ、今は中学校に進学されているそうです。このような例もあることから、学校に通えないのであれば、子どもたちの多様な学びの場として、学習塾やフリースクールなどを積極的に活用し、出席扱いとする取り組みも、 進めるべきだと考えますが、本市の取り組み状況を教えてください。4、保健福祉行政について、括弧1、子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨と接種機会を逃した方の救済措置の取り組み、子宮頸がんの予防ワクチンの重要性については、これまでも何度も本段から質問をしてまいりました。一昨年の代表質問では 情報不足により、接種機会を失わないよう、適切な周知啓発をお願いし、対象者全員に個別通知を実施をされました。取り組みの成果として、接種件数はどうなったでしょうか。また、昨年末、国においては、積極的鑑賞を通知したと伺っています。来年度、改めて対象者全員に通知をなされるのか。 積極的干渉が差し控えられていた期間の対象者で、接種機会を逃してしまった方々への個別通知も併せて、取り組みをお,いお,しらお示しください。括弧に妊婦健診における乳がん検診の導入、女性特有のがんと言われているのが、先ほどから申し上げておりました子宮頸がんと乳がんです。長崎市は先進的に 30歳から39歳までは、超音波での乳がん検診を実施していますが、なかなか受診率が上が,り上がらない状況です。妊婦検診に乳がん検診を導入すれば、受診率向上と早期発見につながると考えますが、見解をお示しください。子子育て世代包括支援センターのの機能の充実。現在、子ども健康課と、 各総合事務所、地域福祉課において、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目指して、子育て世代包括支援センターが設置されています。長崎市が安心して子どもを産み育てられる町であるためには、センター機能の充実を図る必要があると考えますが、市の見解をお示しください。また、地域や民間でも子育て支援を行っている団体もあります。 連携を図ることで、本市の子育て支援の重層化につながると思いますが、お考えをお示しください。4、介護保険事業計画における市街化調整区域の取り扱い。2025年、令和7年、いわゆる団塊の世代が75歳になり、高齢者人口のピークを迎え、 年年令和17年後期高齢者人口ががピークととなることが見込まれまれす福祉施策においては、超高齢化社会の進展を見据え、それぞれの状態に応じ、自立した生活、必要なサービスを提供していくとともに、介護保険事業の持続性を確保することを求め、第8期介護保険事業計画が作成されました。しかしかながらこの第8期の第期 介護施設等整備における事業者の募集要項には、市街化調整区域は対象外とする取扱いになっています。一方で、住宅施策においては、調整区域においても条例に決められた区域では、過疎化、集落の維持を図るために、一般居住者による戸建て住宅は認められ、平成21年9月1日からの 許可実績は30件となっていますそこで、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためにも、市の開発許可が得られる介護保険事業による施設整備は対象とすべきと考えますが、市の見解をお示しください。5、防災行政について、括弧一） 1、気象防災アドバイザーの活用。近年、風水害や地震などの災害が各地で発生し、 政府や地方自治体による適時的確な防災対応が一層求められている中で、気象庁では、気象庁が提供する防災気象情報が、地域住民の的確な防災行動に結びつくよう、気象台が市町村と一体となって、地域の気象防災に貢献するための事業を展開しています。そういった中で、平成27年1月に、国土交通省から公表された 新たなステージに対応した防災・減災の在り方においては、平時から防災の専門家が市町村を支援できる体制を構築する必要性を指摘され、気象庁は平成29年度に地方公共団体の防災の現場で、即戦力となる気象防災の専門家を育成することを目的とする気象防災アドバイザー育成研修を実施。 気象庁 OB、OG や、民間の気象予報士への気象,防災気象防災アドバイザーの移植を進めるとともに、各気象台長による市町村長への訪問や、関係省庁による自治体職員向け研修などの機会を捉えて、気象防災アドバイザーの周知を推進しています。気象防災アドバイザーは、市町村の防災業務の支援のため、市町村から 委任され、気象の専門家として、防災・気象情報の読み解きや、それに基づく助言などを行うことを想定しており、本市においても、今後は災害予測や防止、避難などについても、気象防災アドバイザーの活用が対策の一助になると考えますが、見解をお伺いします。以上本段からの質問としあとしあは 必要に応じて質問席より再質問させていただきますありがとうございました 以上おはようございます。え、公明党向山宗子議員の質問にお答えします。まず二点目の平和行政についての（括弧一）核兵器禁止条約第一回定約国会議への取り組みについてお答えします。被爆者の 世界中の誰にも二度と同じ体験をさせてはならないという長年の訴えが国際社会を動かし、核兵器を全面的に予報と明記した明記した核兵器禁止条約が昨年1月に発行しました。この条約が世界のルールとして確立するためには、条約の中身を具体的に見つめるとともに、各保有国が参加する環境づくりが必要であり、 そのの出発点となるのが、第1回定約国会議です。この歴史的な会議の場において発言の機会をいただけましたら締約国の核兵器を世界からなくそうとする強い意志と勇気ある行動に感謝の意を表するとともに核兵器廃絶に向けて結束をさらに強めていくよう訴えたいと考えていました。また、国際会議の場は、 ロビー活動などを通じて締約国や参加国と意見交換を行う貴重な機会にもなりますとりわけ今回の会議はドイツやノルウェーなど条約を批准していないものの参加を表明している国と対話を始めるきっかけにもなり得るためそのような機会の創出を検討していましたさらに条約制定の原動力となった 核兵器の非人道性に関する国際会議の4回目の会議や、平和市長会議副会長都市であるドイツ・ハノーバー市を中心とした核兵器禁止条約支持会合が予定されており、核兵器廃絶への機運を盛り上げるためのこうした動きに積極的に加わろうと準備を進めてきました。そうした中で、新型コロナウイルスの影響ににより開催が延期され、大変残念に思います。 しかし延期されたからといってこの会議の重要性に何ら変わりはありません延期後の日程はまだ決まっておりませんができる限り参加する方向で調整したいと考えています先ほど申し上げました取り組みを実現するためさらに準備を進めるとともに広島市や条約推進局 ICAN をはじめとした国際 NGO などと連携し 世論を喚起するための新たな取り組みの実施に向け調整を進めるなど延期となった期間を最大限に活かしていきます核兵器禁止条約は核兵器はなくすべきだと多くの人が諦めることなく声を上げ続けたことで発行に至りました今回の締約国会議を契機にその声をさらに大きくし核兵器廃絶に向けた国際社会の流れを後押しするよう被爆地として力を尽くしていきます 次に、括弧に黒い雨と被爆地域拡大の取り組みについてお答えします。現在、国が指定した被爆地域は、爆心地から同心円状ではなく、東西に約7キロ、南北に約12キロのいびつな形となっており、被爆体験者の皆様に大きな不公平感を抱かせる要因となっています。そのため、長崎市市では市議会とと一体となって 長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会いわゆる原因延を通じて平成27年度から被爆体験者の救済という観点から被爆地域の拡大を国に要望しているところですこのような中、広島の黒い雨訴訟において原告84名全員が被爆者と認められ広島交際への上告断念に伴う総理談話において 84名の原告と同じような事情にあった方々については、認定し救済できるよう早急に対応を検討するとの方針が示されました。これを受け、国・広島県市及び長崎県市の5社による被爆者認定の新たな指針の改正に向けた協議が昨年末に行われましたが、長崎は過去の裁判例との整合性や 黒いいい雨ののの存在を示すす客観的ななな資料がない等の理由から対象には含まれないとするものでした長崎においても黒い雨等が降っていることは平成11年度の証言調査で明らかであり広島に限定される指針骨子案は受け入れられるものではないと国に回答しましたが国は広島については指針の作成を進める一方で長崎は協議を継続するとし同じ被爆地でありながら 対応が異なる結果となっています。国とは現在も協議を続けており、1月27日には実務者レベルでの協議を行い、現在、裁判判決との整合性を整理するために、広島・長崎の裁判の事実認定で用いられた所掌の分析作業を進めているところです。また、2月8日には長崎市も参加する長崎県主催の第1回 長崎の黒い雨等に関する専門家会議において証言調査の客観性について有識者による検証を行っていますさらに国に対し長崎の被爆体験者についても同じような事情にあるものとして指針の対象とするようできるだけ早い時期に県知事とともに予防活動を行うよう調整しているところです高齢化し病気に苦しむ被爆体験者の救済のために 地元国会議員、関係国会議員のお力もお借りしながら、市議会の皆様と一体となって、国に粘り強く訴えていきたいと考えています。以上本田からの答弁といたします市民健康部長 ご質問の1点目、新型コロナウイルス感染症対策についてのカッコ1、療養者への対応の在り方についてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症の陽性者となった場合、その方の症状のほか、基礎疾患や起用歴などから、医師により入院治療が必要と判断された場合は入院を、その必要がない方については、宿泊療養を基本としながら、状況に応じて宿泊療養と、 ししてていいいたととこころろででですすけれどもも今回のの第6波では感染急急拡大に伴い自宅療養者増る宿泊療養の方につきましては療養期間中の健康観察は施設で行っておりますが自宅療養の方については基本的にはパルスオキシメーターの対与のほか保健所で毎日の健康観察を行うこととしており症状悪化により医療的対応が必要な場合には 自宅療養サポート医による電話診療や薬の処方などの対応を行っています。また、必要に応じて食料品の提供なども支援を行っております。昨年の第5波が収束して以降、次の波に向けた体制の計画を策定していたところですが、今回の第6波においては、想定を大きく上回る感染拡大によって保険証業務が逼迫し、業務の重点化のほか、 全庁的な職員の動員、会計年度任用職員の増員などの体制強化を図ったものの、1月下旬から自宅療養者が急激な勢いで増加したことにより、一部の自宅療養者に対して、連絡などの対応が行き届かなかった点などもありました。ご心配をおおかけいいたたしまししまま点について深くお詫び申し上げます 現在は十分な体制強化を図り、自宅療養者に対する健康観察など、適切な対応に努めているところです。今後の感染状況の予測は難しいものと考えておりますが、療養者への対応、連絡などの対応が十分に行き届かなかったことなどでの課題点を整理し、チェック体制の見直しを行うなど、これまでの経験を生かしながら、療養者を安心して療養に専念できるよう、 迅速な体制整備を図り想定を超えた感染の波にも対応できるよう努めてまいります次にご質問の1点目の括弧に5歳以上11歳以下の者へのワクチン接種のあり方についてお答えします国においてはワクチンの効果の持続期間科学的知見や諸外国への対応状況等を鑑み現行の12歳以上のものに加え今般新たに 5歳から11歳の小児を予防接種法上における1、2回目のワクチン接種の対象に位置づけたところですが、努力義務につきましては適用されませんでした。これを踏まえ、長崎市においても5歳から11歳の小児のワクチン接種実施に向けた準備を進めており、3月上旬ごろにすべての対象者へ接種券を発送することとしております。ままた接種体制につきましては 承認の特性を踏まえた円滑な体制を構築する必要があることから県市小児科医会、長崎大学小児科市医師会等との協議を進めてまいりました具体的には本人と保護者に対してワクチン接種について丁寧に説明する配慮が必要であることからかかりつけ医等による個別接種を実施することとし合わせて集団接種についても小児科医等を厚く配置した 小児専用の集団接種会場を新たに設置して並行して実施することで接種を円滑に進めたいと考えており接種開始については3月中旬を予定しております今回のワクチン接種についてはあくまでも任意であり重症化や発症を予防するというメリットと副反応などのデメリットを本人と保護者が十分に考慮して接種を慎重にご検討いただく必要があります このことから各家庭にお送りする接種券には、ワクチン接種について分かりやすくまとめたパンフレットを同封するとともに、ホームページやコールセンターにおいて、保護者の皆様の疑問等に丁寧にお答えできる体制を整えたいと考えております。接種にあたっては、市民の皆様に混乱が生じないよう、円滑かつ丁寧な対応を行ってまいりたいと考えております。次にご質問の4点目 保健福祉行政についての確保に、ににつついいいててのの妊婦検診診おおける乳がん検診の導入についてお答えいたします。長崎市が実施している乳がん検診については国推しに基づく40歳以上の方を対象とした乳房 X 線検査いわゆるマンモグラフィー検査を用いたものと30歳代の方を対象とした長崎市独自の乳房超音波検査いわゆるエコー検査を用いたものがあります。 妊婦の方ですので放射線被ばくの心配のないエコー検査での乳がん検診ということになりますが現在長崎市の乳がん検診でエコー検査を実施している医療機関は48機関あります議員ご指摘のように若い方のがん検診受診がなかなか増えない中妊娠をきっかけとした受診への意識の変化が生まれる機会をうまく捉え今後 妊婦健診を受診された妊婦の方に、それまでの診察等を踏まえ、ご本人の意向、医師の判断にもよりますが、エコー検査による乳がん検診の受診を干渉していただけないか、検討したいと考えております。以上でごございいます原爆被爆被部長ご質問のの点目平和行政についての括弧3 原爆資料館の体制強化についてお答えします被爆から76年が経過し、これまで平和活動をけん引してきた被爆者がいなくなる時代が確実に近づく中、長崎市は被爆者のいない時代が到来しても、被爆の実相を次の時代に伝え、平和な世界の実現に貢献していく必要があります。そこで令和4年度からピース100アクションとして、被爆100年を見据え、 被爆者の声を聞ける今しかできないことや、今のうちに準備しておかなければならないことを、戦略を持って取り組んでいくこととしており、その基本方針の一つである、被爆の記録と記憶を未来につなげますを実現するため、被爆の記憶プロジェクト、原爆資料館進化プロジェクトを設け、スピード感を持って進めてまいります。被爆100周年に向けて、これらのプロジェクトを推進していくためには、 被爆資料等を整理、分析して、効果的に活用するための専門職員として、学芸員は不可欠な存在であると認識しており、これまでも国指定史跡、長崎原爆遺跡の保存活用や、米国国立公文書館で収集した資料整理などに取り組む中で、段階的な学芸員の増員を予定しておりましたが、結果として、現在、学芸員は1名となっており、 十分なな体制でないと認識しておりますそこで、令和4年度には、学芸員1名を増員する予定としておりますが、被爆者の声を直接聞くことができる時間は限られていることから、次の時代の人材育成を図る上でも、学芸員のさらなる増員につきましては、検討する必要があると考えております。今後とも、中長期的な学芸員の配置を含めた原爆資料館の体制強化を図り、 被爆の記憶を集めしっかりと記録に残すことで次の時代に被爆者の思いを伝えることができるよう努めてまいります以上でございます教育長ご質問の三点目教育行政についての括弧1はじめまして本事業の見直しについてお答えしますはじめまして本事業は幼少期から 本に親しむことで、生涯にわたる読書習慣につなげるため、4ヶ月検診の会場において、絵本引き換え券をお渡しし、私立図書館やお住まいの地域にある図書施設において、絵本と引き換えていただく方法により実施しています。これは、絵本を引き換えるために、身近にある図書施設に出向いてもらうことで、施設を知り、各施設が行っている講座等に参加するなど、地域とのつながりを築くきっかけとなり、 子どもが活動する身近な場において読書を楽しむことができる機会を提供することを目的としているものです絵本の引き換え率につきましては毎年80%弱で推移しており1年間に新たに発行される図書貸出試験のうち入用時の貸出試験が一定数作成されていることからも私立図書館をはじめとする市内に56カ所ある図書施設が認識され親子で絵本を 読む,読むことで子どもの豊かな感性や心を育み、生涯にわたる読書習慣へつながることの周知は進んでいるものと考えております。しかしながら、絵本の引き換え率が一定の範囲にとどまり、伸びていないことから、新視聴者の完成時には、検診会場の待合スペースにおいて絵本の、絵本の読み聞かせや、 親子で絵本を読むことの重要性の啓発を行ったり3000期の両親への啓発など様々な時期を捉えた取り組みを行うことで引き換え率の向上に努め子どもたちが本に親しむ環境づくりの充実を図ってまいりたいと考えております次に括弧に学校図書館への支援拡充についてお答えしますまず図書の整備につきましては長崎市においては 文部科学省が示す学級数に応じた整備すべき増書冊数の目安である学校図書館図書標準に対し、各学校の増書充足率100%を達成を目標として購入と廃棄を進め、小中学校全体では平成20年度に平均充足率100%を達成し、現在も継続をしております。しかしながら、特別支援学級の増加や少人数学級の導入などによる 学級数の増加により学校別では図書標準を下回る学校もあることから必要となる予算をしっかりと確保しながら今後も蔵書の適切な更新配給を計画的に行い整備充実を図ってまいります次に新聞配備ですが長崎市の小中学校におきましては全ての学校で1社以上の新聞を購入しております複数市の配備につきましては学校の規模や実情に合わせて 各学校で判断をするようにしており今後も適切な配備に努めるよう各学校に指導してまいります学校図書館支所の配置ですが学校図書館支所は平成21年度に4名の専任支所をモデル事業として配置し23年度に16名24年24年度から36名27年度から小中学校9年間の連続した図書館教育の充実を目的とし 中学校区ごとに、秘書1名配置を原則とした43名の学校図書館秘書を任用配置し、人的整備の拡充を図ってまいりました。学校図書館秘書は、学校図書館の活性化や、読書活動の推進に大きな役割を果たしています。今後も秘書教諭や図書担当教員読、えー、図書ボランティア等と協力分担し、充実した学校図書館運営ができるよう努めてまいります。 次に、かっこ3、不登校対策の取り組みについてお答えします。文部科学省では、病気等の理由を除き、欠席日数が年間30日以上であるものを不登校児童・生徒としており、全国の不登校者数は小中学校ともにここ数年増加しております。長崎市においても同様に不登校者数は増加し、令和3年度2学期末時点の不登校児童生徒数は小学校201名、 中学校460名で昨年度の同時期より小学校で53名中学校で72名増加していますこのうち新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖等で生活のリズムが崩れるなどして不登校となった児童生徒は小学校9名中学校17名となっておりますそのような児童生徒を含め 定期的な家庭訪問等をを通ししてて学習習機会のの保障や生活習慣の改善を図るよう支援しておりますまた、不登校対策においては、新たな不登校を生まない取り組みが重要であることから、学校においては安心して過ごせる学級作りや、一人一人に応じた分かる授業の工夫など、魅力ある学校作りに努めているところです。 加えて、不登校の要因が学校内に限らず複数化複雑化、多様化しているため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、学校相談員などの専門スタッフによる支援も進めております。しかしながら、学校に行きたくても行けない児童・生徒も多くいるため、これまでの支援に加え、学校外における多様な学びの機会となるフリースクールと民間施設との連携による支援や、 ギガスクール構想により整備した一人一台端末を活用した支援など新たな取り組みも現在進めておりますそのうち一人一台端末を活用した支援については今年度2学期に行った調査では不登校児童生徒のうち約3割が3割の児童生徒が端末を活用しておりオンライン授業に参加したり AI ドリルを活用した学習も行われております これらの取り組みにおいては、校長が児童・生徒の社会的自立に向けて有効適切であると判断した場合は、欠席ではなく、出席扱いとすることができることとしております。学校とフリースクールとの連携により、フリースクールでの活動を学校が把握し、その活動を担任から励まされたり、パソコンの画面を通して担任や学級の友人と交流したりすることで、 登校できるようになった児童生徒もいます。このような取り組みを通して。すべての不登校児童生徒が。自らの進路を主体的に捉え。社会的に自立することができるよう。今後も一人一人に応じたきめ細やかな支援を進めてまいります。以上でございます。子ども部長。ご質問の四点目。保健福祉行政についての括弧一。 子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨と接種機会を逃した方の救済措置の取り組みについてお答えいたします。子宮頸がんは20歳代から30歳代の若い女性がかかるが、癌の中では乳がんに次いで多く、重大な疾患となっています。子宮頸がんを予防するワクチンの接種につきましては、小学校6年生、小学6年生から高校1年生相当の年齢にわたる。 女子を対象に平成25年4月から予防接種法に基づく定期予防接種として位置づけられましたがワクチンとの因果関係を否定できない痛みがワクチン接種後に特異的に見られたことから同年6月には国から接種を積極的に干渉すべきではないとの勧告が出され個別通知による積極的干渉は 差し控えられて差し控えられていたところでございます。このような中、令和3年度には国の勧告が見直され、情報不足により接種機会を失わないよう、積極的勧奨にならない形で、全対象者宛てにワクチン情報の個別送付を行いました。その結果、令和3年4月から12月までに2556件の接種があり、積極的勧奨が差し控えられていた。 令和2年度の接種件数件数を大幅に上回っていいるところでございますその後、国の専門,会に専門部会において、最新の知見を踏まえ、改めて子宮頸がん予防ワクチンの安全性について、特段の懸念が認め,られ認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、 令和3年11月26日続けて各自治体においては対象者等に対し個別通知などにより鑑賞を行うよう国から通知があったところでございます。これに基づき長崎市においては令和4年度から対象者やその保護者に対し個別通知による鑑賞を実施することとしております。なお令和4年度は見直された初年度になりますので標準的な接種期間にあたる中学1年生と 積極的勧奨が差し控えられていた中学2年生から高校1年生相当の未接種者に対し、郵送にて個別通知を行う予定としております。また、積極的勧奨の差し控えにより、接種接触機会を逃した方への救済措置につきましては、積極的勧奨が差し控えられていた。期間の対象者であった。平成9年度から平成17年度までの女子において。 接種できなかった分の接種を令和4年4月から令和7年3月までの3年間で実施することとなっておりますので長崎市におきましても国の制度に基づき令和4年度から個別送付などにより対象者への確実な周知を行い実施することとしております今後も接種機会を失わないよう個別通知だけでなく様々な機会を捉えながら対象者やその保護者に対し周知を図るとともに 関関係医療機とと連携しなながら適切な予防接接種種のの実施と接種率の向上に努めてままいります次に、各子さん、子育て世代包括支援センターの機能の充実についてお答えします。現在、長崎市では、子ども健康課と4つの各総合事務所、地域福祉課を、長崎市子育て世代包括支援センターに位置づけ、保証権施策を中心に、保健師など専門職が妊産婦、 および乳幼児の実像把握や妊娠、出産、子育てに関する各種相談に対応し、その状況に応じて関係機関と連携しながら必要な支援を行っております。今回、令和5年1月の新庁舎移転に伴い、子どもにかかる手続きや相談など、子育て関連機能がワンフロアに集約することに合わせ、子ども、子育て家庭、妊産婦を一体的に支援するため、 令和4年4月より組織改編を行い、子ども健康課の子育て世代包括支援センターと、養子縁児童および養護児童等への支援を行う子育て支援課の子ども家庭総合支援拠点が一体となった組織へと変更することとしております。さらに子育て世代包括支援センターの機能強化を図り、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援と、誰一人見逃さないための仕組み作りを行ってまいります。 大きな変更点といたしましては、今まで別々の所属が所管していた保証権と子育て支援を一体的に取り組むよう見直すことで、妊娠期から子育て期にわたるかかるあらゆる相談に対応し、必要な支援へと切れ目なくつなげていくこととしており、具体的には令和4年4月からは、保証権の相談窓口と子育て支援の相談窓口を統合し、新庁者移転後には、 子育てててワンストップ窓窓口口とととしし総合相談窓口を設置することとしておりますまた、妊婦が最初に行政と接する母子健康手帳交付時に専門職などが面接を行うことで、すべての妊婦とその家庭の現状を把握するとともに、継続的にその後の支援へとつなげていくために、本庁のみで実施している妊婦との面接を、妊婦の方全員に対し実施するよう、体制を整えてまいります。 さらに、子育て家庭が地域で安心して子供を産み育てるためには。議員御指摘のとおり、地域の子育て支援に取り組んでいる。さまざまな団体と連携しながら、支援していくことが重要であることから。団体とのネットワークの構築にも努めてまいります。合わせて、子育て家庭が必要とする情報を幅広く、わかりやすく発信していきます。今後とも、子育て世代包括支援センターを核として、妊娠期から。 子育て期にわたる時間な時間の切れ目のない支援と、地域における場所の切れ目のない支援を行い、誰一人見逃さず寄り添いながら、子育て家庭の皆様にとって子育てしやすい町となるよう努めてまいります。以上でございます。福祉部長ご質問の4、保健福祉行政についての4、括弧介護保険事業計画における市街化調整区域の取扱いについてお答えいたします。 介護施設等の整備につきましては、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、定めることとされており、令和3年度からの介護保険事業計画においては、地域密着型特別養護老人ホームをはじめ、小規模多機能型居宅介護生活事業所、認知症対応型共同生活介護事業所など、 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう地域密着型サービスを中心に整備を進めることとしておりますこのような施設整備においては事業者を公募により選定することとしておりその募集要件の中で都市計画の本来の趣旨に沿うよう市街化調整区域は基本的に対象外とする取扱いとしております しかし、第8期計画においては、小規模多機能型許諾介護事業所の整備などの、えー、については、公募数よりも応募数が少なく、施設整備が進んでいない現状もございます。また、今後、高齢者も増加していくことが見込まれており、施設整備を着実に進めていく必要があることから、募集要件の見直しも必要であると考えております。 そこで市街化調整区域であっても、既存の施設があり、一体的に整備を行う場合は認めるなど、具体的な募集要件等の緩和について、開発許可を担当する建築部とも協議を進めてまいりたいと考えております。以上でごございいます管理官ご質問のの点目防災行政についての括弧1 気象防災アドバイザーの活用についてお答えします。気象防災アドバイザー制度は自然災害の激甚化で専門家のニーズが高まる中、自治体に対して気象の専門的な助言や支援を行うことを目的に、気象庁により平成29年度に創設されました。現在、国土交通省から委嘱された民間気象予報士や気象台退職者等の防災気象防災アドバイザーが 東京都葛飾区や金沢市など、13の自治体で常勤または非常勤の職員として勤務しながら、災害時のみならず、平時の防災啓発活動も含め含めて防災業務を直接支援しています。長崎市においても、災害対応や平時の防災啓発に気象の専門家から支援を受けることは重要と考えているため、長崎地方気象台などの気象の専門家と連携した防災業務を行っています。 具体的には災害発生が見込まれる大雨や台風接近時において気象台とのホットラインによって入手した地域に即した気象予測や民間の予報事業者からの情報を避難情報発令等の防災業務に生かしており実施した災害対応についても長崎市を対応担当する気象台職員と情報共有や振り返りを行って業務の見直しに役立てています。 また、平時においても、総合防災訓練の企画や展示ブースの設置、防災リーダー養成講習やステップアップ講習への講師派遣、地域での防災講話など、防災啓発に気象台のご協力をいただいているところです。このように災害対応や平時の防災啓発に気象の専門家から支援を受けることは重要であると考えていますが、気象防災アドバイザー制度は新しい制度で、 長崎県内において移植されている方がいない状況ですので今後の動向などを確認しながら活用について判断してまいります以上でございます33番向山宗子議員33番向山です一定ご答弁をいただきました大変にありがとうございます理解を深めるために再質問をさせていただきたいと思いますまず新型 1>, 1点目の新型コロナウイルス感染症対策について、再質問をさせていただきます。今回、あのまあ、たまたまですね、ぽこっとその連絡が全くなかった、またあの、一緒に入院をされていた方には、もう何回も会っているというようなことがちょっと耳に入りまして。 こういう質問をさせていただいたんですけれども、まあ、あのご答弁によると、あのその後、えー、職員の増員などの体制強化を図って、あのきちんとあのできておりますということでしたけれども、例えばその、えー、たまたまだったとは思いますが、あの要するにチェック体制にやっぱり問題があったんではないかなと私も思いました。 あの入院をされている方には基本健康観察は関係ないですよね、それなのに入院をされている方に何日も会って、で同じまた、全く例えば何十人か、ポコッと抜けて全く連絡が来なかったとっいうようなことはちょっと問題かなと思いました。やっぱり確かに 健康観察毎日保健所がかけるっていうのはものすごくハードルが高いことなんじゃないかなって思ったんですねあのただでさえ保健所業務もう大変な思いをしてやっておられますのであの体制をきちんと作るということが急務ではないかと思ったんですあの例えば、えー、自宅療養者の方でもうほとんど無症状とかいう方に毎日毎日かけるとかっていうよりも例えば あの最,初あの最初おかけをしてあもう大丈夫ですよって元気ですよって言われたらあの例えばあ毎日かけるのではなくって何か急憩ちょっとでもおかしいって思ったらすぐかけてくださいねっていうきちんとつながる電話を用意をしておいてかけていただくようにするとかそういう工夫があってもいいのではないかと思ったのですがいかがでしょうか。 はい。市民健康部長。再質問にお答えいたします。えっと、先ほどまあ、あのご答弁をさせていただいた部分もありますが、あのまあ1月下旬からですね。あの感染者ま陽性者がまあ爆発的に増えてきたという中で、やはりあのこの部分が想定をちょっともうできなかった部分がございます。あの今、人員体制としてですね。あのー。 感染急拡大を受けて、約80人、あの各部署からこう入っていただいたり、えー、会見年の任用職員を増員したりして対応しているというところではございます。あのまあ、ご提案があったような、その陽性者の電話の対応なんですけれども、やはりあのこう重,症者重症化を防ぐということにまあ注力をさせていただいているところではあります。あのまあ、これ以上あの感染がまたこう急拡大していくと いうふうな形になるとあの、議員さんご提案の方法というところも、やっぱりこう見据えながらです、ね、対応をしっかり,あの取,り取っていきたいと思っておりまますす以上でございます、はい、33番、向山宗子議員あ分かりました、えーあの、そこら辺ですね、やはり体制をきちんとあの決めてやる、また電話をかける人も、あのずーっと多分かけてらっしゃると思うんですね。もう電話をかけるっていうのは ものすごく体の力を持ってかれるぐらいすごく大変な業務だと思います、それをもう毎回毎回やっておられるで普,通の普通の状態の方に電話をするのではなくてその患者さん側もコロナにかかったって陽性って言われたって言ったら普通の精神状態じゃないわけですよ。 もう不安でどうなるんだろうってひどくなるのかとかそういう,こう不安な状態の中でおられる方があの例えば若い方だと本当にナーバスになっておられたりまた高齢の方だったりまた攻撃的になられる方もいらっしゃるかもしれないそういう人のからわっと逆に言われるかける側がです、ね、言われてもう疲弊して逆に今度は高圧的になってしまうとかいうこともあるかもしれない。 私が耳にしたのはあの若い女の子がコロナにかかってもう本当にナーバスになって恐る恐る電話をした時にすごく,頭,く頭ごなしに言われてしまってすごく落ち込んでしまってっていうようなことも伺いました。でその後その病院に行ったらとっても丁寧に接してもらってということでよかったんですけれどもあのそういうことがたびたびあると。 長崎市の信頼といいますか本当にそういうことに関わってくると思いますのであのかける側の体制もこれは重要だと思いますあの過密にならないようにちょっと休みを取りながらあの丁寧にこう寄り添って聞いてあげるですのであの本当にパルスオキシメーターの太陽もありますけれども多分このポコって抜けた何十人かには もちろん言ってないわけですよねだからそこらへんもあの、えー、ちゃんと想定をしてあの、頑張っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか市民健康部長。再質問にお答えいたします。あの先ほど、まああの 議員さんおっしゃられるようにですね、陽性者となられた方ものすごくやっぱり不安に感じているというところでございます。あの私の部屋からもですね、あの職員がの電話をかけるあの声もあの聞こえて、やはりあのこう丁寧な対応に努めているところですけども、あのどうしてもやっぱり一部にですね、あのそういうちょっと高圧的に感じられるような対応があったというところがあった。 点についてはですね。申し訳なく思っております。あのまあ、市民の療養の方がですね。あの、不安にならないようなまあ、丁寧な対応に心がけてですね。今後もあの療養者の方があの安心して療養できるような体制に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。はい、33番向山宗子議員 どうぞよろししくお願いをいをたします本当にあのお互い大変な状況でやっておられますので、あの指揮をする側がもう明確にあのしていただくことが重要と考えますので、お願いをいたします。それと2点目の5歳から11歳の方のワクチン接種ですけれども、あの今伺ったら、丁寧にちゃんとあの説明書も封入をして、3月上旬ごろにはすべての対象者に送ること。 そして、えー、かかりつけ医さんがいない、少ないところは小児専用の集団接種会場も設け。あの小児科医さんと、えー、慣れてらっしゃる看護師さんも配置をするということで。お聞きしまして、あの、良かったと思います、えー。これですね、あの、やっぱり、あの、既往症っていうか、あの、そういう疾患を持ってらっしゃるお子さんは。 特に親御さんも受け,受けなきゃって思ってらっしゃる方も多いと思いますけれども、例えばもう、そうでもない方は、しっかり判断をしていただく、その判断基準がしっかりお知らせが漏れないようにということが、一番大事だと思いましたので、これも重ねてよろしくお願いいたしますそれでは次の質問に参ります。 核兵器禁止条約の締約国会議についてでございます。今、あのこれ、えーと、市長からご答弁をいただきました、愛犬をはじめとした国際 NGO などと連携をして、世論を喚起するための新たな取り組みの実施に向けて、調整をしていくということでございます。 例えば、今、そういうことでお話がございましたが、この新たな取り組み、平和への新たな核廃絶に向けたアプローチをイメージするようなご答弁に思えましたけれども、具体的にはどういった取り組みをお考えでしょうか。原爆被爆対策部長。再質問にお答えいたします。 世論を喚起するための新たな取り組みにつきましては、えー、皆様に興味を持っていただく仕掛けができないか、えー、各種団体の方と実施に向けた調整を行っているところでありますが、えー、現在、ですね、あのー、具体的に今、お示しすることはかないませんけれども、いずれにいたしましても、延期の期間を最大限に生かしまして、えー、進めていきたいと考えておりまますす以上でございます33番、向山宗子議員。 えと今,から今からということですね、これはああのた,くあのたくさんの方にまた意見を聞いていただいて、あの被爆者の声があのしっかり届くように、またあの多くの人に関心を持っていただけるような、あのそういう取り組みをあのしっかり、えー、考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。あの2点目の黒いい訴訟ででございますすこれはですね と今広島と長崎が分断されるようなとあのそういう事態に陥っていると思います。あの長崎市が広島市が認定された84名と同様の状況に置かれた方々を早急にやっぱりあの明確にすべき。これがまず第一段階だと。 思いますそのために県でまたあの、えー、黒い雨、長崎の黒い雨等に関する専門家会議が2月8日にあの開かれたということで、検証が行っておられるということですけれども、進捗状況とか、原爆被爆対策部長。 再質問にお答えいたします本棚でも市長、答弁させていただきましたけれども、国との協議については、1月27日の実務者レベルの協議、この書掌の分析作業を進めているということでございます。今後の予定につきましては、現時点では未定でございます。また、県が主催しております、長崎の暗闇等に関する専門家会議、こちらにつきましても、1回目行われておりますけれども、 今後未定でございますけれども、いずれにいたしましても、私どもも一生懸命です、ね、そちらの方も協議も入りまして、えー、しっかりです、ね、取り組んでいきたいと思っておりまますす以上でございます33番、向井山宗これですね、本当にあの総理談話で、84名の原告と同じような事情にあった方々については、あのこれはもう裁判関係なく、認定して救済できるように、早急に対応を検討するという、 方針が出されているわけですから、これあの、しっかりもうあらゆる手を使って、あの頑張っていいいたただきたいと思いますあの現実にですねあの、黒い雨が降りましたかとかいう質問ではなくて、あのどういう状況でしたかっていう質問の中にえ、黒い雨が降ってきたとか、黒い灰が降ってきたとか、そういうことでちゃんと答えておられる。えそんなに広島ほど 数は多くないのかもしれませんけれども、例えば真野瀬の方々とか、私とか秋野のルーツである三重の方々、一部の方々とか、そういうあの方々がいらっしゃることも、もうこれ、事実でございますので、まずは個別認定をするための基準、あの今、頑張ってあの作っておられると思いますけれども、これも努力していただきたいと思います。それと、あの第これが第1段階。 84名と同等は絶対救うという、これはもう決意を持ってやっていただきたいんですけども、その次が、これはあの本当に時間がないと言われている被爆体験者の,あの被爆地域拡大の問題、これは本当にあのどのように進めていく、どのような戦略を持って進めていかれるおつもりか。 もし新たなデータとか解釈とかそういうことがあればお示しいただければと思います原爆被爆対策部長再質問にお答えいたします、えー、長崎市ではあの先ほど申しましたように市長の方が本段で申しましたように被爆地域の拡大を国に要望しておりますその一方で、えー、国が被爆地域拡大是正に必要としている 科学的・合理的根拠への糸口を見いだすために、平成25年12月の専門家による原子爆弾放射線影響研究会を設置し、放射線による人体影響に関する研究内容等について、情報収集し、検証してきたところでございます。しかしながら、現在、低線量被爆による人体影響を確定できる確固たる知見はまだ見いだせていないのが現状でございます。 今後とも専門家等の研究論文をはじめとする、さまざまな情報の収集と意見交換を重ねていただきながら、新しい科学的、合理的根拠の糸口を見いだせるよう、引き続き努力していきたいと考えますとともに、地元の選出の国会議員さんや、関係国会議員のお力もお借りしながら、市議会と一体となって被爆体験者が起こられている状況を国に粘り強く訴え、救済のために努力していきたいと考えております以上でございます。 はい、33番向山宗子議員もうこの問題はですね。今言われたように、私たちもあの一丸となって、あのもう時間がありませんので、進めていかなければいけない問題だというふうに認識をしております。ただしの方も本当にあの決意を持ってですね。あの行っていただきたいと思います。では、次に3点目の資料館の体制強化についてお伺いをいたします。と、以前学芸員さんあの？ 複数いらっしゃったのが今、1人になっておられて、で来年度、1名増員をするということで、また2人になるというふうに理解をいたしました。これ、さらなる増員についても、検討の必要があるというふうに考えておられるということはも,もちろんなんですけれどもあの、多岐にわたる学芸員さんの仕事で、でもう聞き取りとか、 要するに被爆者の方に聞かなきゃいけないこともたくさんあるわけで、えー、大変だと思うんですね。で、学芸員さんの取り組みとして以前、あの被爆資料の文化財化を目指そうということで文化庁と連携をされていたっていうふうにも聞いております。その後の進捗と学芸員さんの連携はどうなっているのかわかりますでしょうか。また、えー、現在広島では。 六人の学芸員の体制で取り組まれているようですけれども長崎市としてはあの本来こう何人ぐらい必要だというふうに考えておられますか原爆被爆対策部長再質問にお答えします、えー、文化庁とのあの関係につきましては、えー、議員ご指摘の通りですね現在あの学芸員が一名となっている関係もありまして、えー、その後あのー 当初は研修等も進めておりましたけれども、一旦あのそこについてはです、ね、あの一旦保留といいますか、止まっている状況でございます。えー、またです、ね、中長期的なあの学芸員の配置につきましては、原爆資料館の業務の在り方や役割等を見極め、これに対応できる体制を整えていくことが基本的な考え方でございますので、業務量等を精査しながら、総務部とよく協議を進めていきたいと考えておりまます。す。以上でございます、はい、33番、向山宗子議員。 これですねもう本当にあのこう意外と抜本的にあのやらないとあのもう間に合わないっていうようなそういう危機感を持ってです、ね、あの頑張っていただきたいと思いますこうあの学芸員さんっていうのはこう右から左に募集してパッとあの来るっていうもんではないと思いますしあのしっかりあのそういう大学やいろんなところとの あの連携とかあのそういう中であの人材が見つかるということもあるでしょうし、そういうことはあの大学とかとこう連携とか取っておられるんでしょうか。原爆被爆対策部長、最初すまにお答えいたします。えー、現在もですね、あの日常業務等をはじめにですね、あの被爆者団体やですね。 広島の記念館であったり、長大のですね核兵器廃絶研究センター等の関係機関とも連携をして進めております。今後ともあの各団体の持つですね知見とも活かしながらですね学園員等ですね育成等も含めて進めていきたいと考えております。以上でございます。三十三番向山宗子議員、わかりました。これもあのしっかりとあの本当に、えー、長崎の財産でありますし。 平和を訴えていくあの基盤に,になるとも思いますので、あのしっかりとお願いをいたします。それでは次の質問に、えー、移ります。3点目の教育行政についてま初めまして。絵本事業の見直しでございます。これはですね。あの、本当に、えー、本段からも申し上げました。けれども、あの長崎方式としてやってきたことで。 各ふれあいセンターの図書室とかにあの多くあの訪れていただいたりしたことが、これはあのプラスに作用したというふうに私も思っております、た,ただですね、あのこれ、本当にこう80%弱から一向に上がらないんですよね、この12年間、70何%、70何%。 80いったかなという時もありましたけれども、これ、あの私1つこう、一つ心配しているというか、気になっているのが、こう要するに関心のあるお母さん、その地域のふれあいセンターに行ってみようか、交換に行ってみようかっていう、この70何のお母さん方は、大丈夫だ、だ大丈夫というか、全く関心がないっていう方。まあ、それか 家にたくさんあるから、もうもらわなくていいわ。っていう人がいらっしゃるかもしれないけれども、1割。今日はちょっと関心がないっていう方もいらっしゃるのではないかなっていうその心配でございます97。97%のえ4ヶ月検診率なんですね。で、その場であのいお渡しをすると、わざわざ後から要するに。 もらいいいいに行っっててくださいよっていうのは必要ないわけですただしじゃあ今度はふれあいセンターに行かなくなるじゃないかっていう心配がある場合は例えばその場であの要するに図書カードの申込書をあのそこでお渡しをして記入してで渡していただいたらその受け取りをしてあの各いろんなところでやっていただくとか。 そういういいこことをやっていけばこれはは問題は解決するんじゃないかなって思ってて思いますで、そもそもブックスタートはあのその場でお渡しするっていうのがあのずっとこうブックスタートですねあの始まってからもう20年なんですけども長崎市ももう12年ですので8年後に実施ができたわけですけれどもあの行って 長崎方式でやれたことを私はすごく評価してあのいるんですあの大変喜んでいただいている事業ですただし、えー、97%まで持っていけるのであればそれはその場でお渡しした方がいいんじゃないかなってそれはあの引き換率が云々とかっていうよりも多くの人にわーい あのその時に持って帰って楽しんで読んでいただいてその後図書館につなげるっていう方式でもいいのではないかこれはずっと私ですね視聴者がいつできるかいつできるかと12年間楽しみに待ってようやく視聴者ができてそういう場所ができるまたそれぞれあの私、えー、とデータもいただきましたけれども、えー、東 の東部ニコニコセンターも立派な図書室ありますし、三和もすごく立派な図書室ありますし、近海もありますし、三重もまあ場所はありますし、意外と全部できそうなんですね、各場所で。そしたら、その場でお渡しをしたら、引っかえ率は、絵本をいただいてもらう率は、検診率と一緒になるというふうに考えてるんですけれども、市長いかがですか。 教育長再質問にお答えいたします、えー、長崎市、まあ、いわゆるブックスタート事業、長崎市はじめまして、本事業あの、向山議員ご指摘のとおり、始まったときに、いわゆる長崎方式、これはあの56箇所あるネットワークを生かそうじゃないかと、できるだけその後の読書活動、生涯にわたる読書活動につなげていこうということで、 スタートししましたあの残念ながらの引き返り率がですね8割弱ということで、まあ、これをどう見るかということなのかもしれませんが、まあ、伸び悩んでいるということは、ご指摘のとおりでございます、ただ、あのやはりそこの場でお渡しをする、あの会場が広くなったので、お渡しできるじゃないかというようなご指摘かとも思いますが、ということよりも、やはりその後の、 読書活動につなげていくそれぞれの施設に来ていただくという長崎方式のやはり良さというのはやはり私はあるものと考えておりますのであの基本的には今のやり方を継続をするただ先ほど申し上げたとおり新視聴者ができますそこではあの検診会場としてはあの市内でもあの多くの方があの訪れていただく検診会場になりますのでそこで読み聞かせをする というような活動を通してですね。少しでも引っかか率の向上につながるように努めてまいりたいと考えております。以上でございます。33番向山宗子議員長崎方式を否定しているわけではないんですよね。あの、それはあのさっき言ったように図書カードをつ図書の貸し出し、カードを作ってもらって繋げればいい話なんです。これちょっとやり方を変えるだけで。 すすぐ97になるんですこれも水かけ論になりそうなのでこれ以上申し上げませんけれどもあのしっかりあの研究といいますかどういう方法があるのかでもう一つです、ね、この利点がです、ね、あのただただポンポンって渡すんじゃないんですあの私が当初いろんあの先,進先進地であの見てきたところではあの要するに検診って 4か月検診も何ヶ月もす1歳半検診もそうなんですけど要するにお母さんは子どもを比べられる要するにうちの子はよその子よりもちっちゃいとかあ背が低いとか体重が足りないとかいうふうに検診ってお母さんこう査定されるというかそういう,もうドキドキで来られる方が結構いらっしゃるって聞きます。ただしブースがあってその図書 官の司書さんとかはそういうこうなんていうかなそういう比べられるっていう人じゃない全然関係ない人でこうその図書券の作業とかあ読み聞かせをしたらどんな効果があるんですよとかそういうことを話すわけですからほっとして保健師さんには固まって言えなかったこともお姑さんの愚痴を言ったりとかいろんなことを通して。 ああこのお母さんはちょっと心配だなっていうのを、逆にその図書,図書館の人から保健師さんにつなげて、うまくいったっていう例もあるんです、そういうこともございますので、これちょっとあのしっかり検討してくださいということを要望にしておきます。えー、次に学校図書館の支援拡充ででございますすがこれですねあの、えー、令和2年度令和3年度度3と 図書費が、あの図書購入費が、あの半減されておりました。これはあの改善はなさされさせていただけるんでしょうか。教育長、えー、再質問にお答えいたします。えー、まあご指摘の通り、令和2年度、令和3年度の学校図書の購入費これにつきましては、えー、まあ全体の予算編成の中であのいろんな見直しを図らなければならないということで。 そういう中で,です、ねあの、図書も含む教材整備費、これがあの一定、扶養額等が出ていたということからです、ねえー、削減という形になります、これについては、その後、学校からの意見等も踏まえまして、令和4年度については、増額をさせていただいて、まあ、従前の水準に戻しているという状況でごござざいいまますす以上でございます33番、向山宗子議員。 戻しししていいいたたただけるととうことで安心をいたしました要するにあのこれ ICT 化が進んできておりますけれどもあの子どもの紙ベースで読んでいくまず読み読解をしていくこの能力ってものすごくあの読書はやっぱりとっても役に立つっていうデータもですね実は出ておりました。 発字が影響を与えるということで、あのこれはです、ね、2018年の読解力の平均得点のデータなんですけど、主な読書方法が紙媒体とデジタル機器でやるのとでは60点差が出てるんです。紙の方がが60点高いんですで読書が好きな子 読書が趣味,趣味な子がまた50点高かったり、えー、小説や物語を読むっていうそういうものがしっかり子どもの学力また読解力につながっているっていうことでございますのでもちろん ICT を否定しているわけではなくてそれはそれで進めていかなければいけませんけれども特に小学生の間はあのまず基本としてしっかり紙 本,を本に親しむ、またその読書環境を守っていくことでよろしくお願いをいたします。えー、次に3番目に、えー、不登校問題ですけれども、あの今ですね、えー、校長先生がその適当、有効であると認めた場合は、出席扱いにして応援をしているということでございました。これもあのちょっと時間がありませんので 深くは申し上げられませんけれどもあのしっかり、えー、進めていっていただきたいと思います、えー、次に参ります保健福祉行政これの、えー、子宮頸がん予防ワクチンの積極鑑賞ですけれどもこれもあの本当に、えー、今年来年はですね積極鑑賞になりましたというご案内もすべて、えー、お知らせを個別で、えー、個別で送付をしていただけるまた 問題の接種できなかった年代の方々、えー、令和、えー、平成9年度から平成17年度に生まれたこの9年間のです、ね、方々が、一番ちょっとあの影響が出ている世代だと思うんですけれども、ここに対しても個別送付、通知をしていただけるということでしたので、どうかよろしくお願いをいたします。妊婦検診診における乳がん検診もこれはあの エコー検査による乳がん検診を推奨していただけないか検討したいということですのでこれしっかりまたあのよろしくお願いをいたします3番目の子育て世代包括支援センターの機能の充実でございますこれあの今国会でまた改正案がなんか出ているようでございまして子育て 妊産婦や乳幼児の保護者の相談を受ける子育て世代包括支援センターと、えー、児童福祉法に基づく虐待や貧困などの問題を抱えた家庭に対応する子ども家庭総合支援拠点があの今度、統合一緒になるで子ども家庭センターというふうに新聞にはちょっと書いてあったんですけれどもそういうことでより機能が充実をしてくる。 というふうにお話がございました。これがですね、しっかりあの機能をしていくようにあの努力をしていただきたいと思います。今日もちょっと時間がありませんででしたので、あの子育て支援センターの件もちょっと再質問をしたかったんですけれども、ま次に回そうかと思いますが、これあの今回私の質問では。 だいたい半分ぐらいが子育てや教育の問題を取り上げさせていただきましたあの先般同僚議員もおっしゃっておられましたけれどもやっぱり長崎が子育てしやすい町だ教育に熱心な町だっていうことをしっかり、えー、他の人たちに認知をしていただけるようにやっぱり、えー、子どもを少しでも産み育てて いただけるように、また海育てていただける人たちが長崎に住んでいただけるような、そういう方策をたくさんですねあの、作っていくべきであると思います、それがひいては高齢者のためにもなりますし、うん、しっかりですねあのやってい、えー、っていただきたいと思います。最後ににそのの子育てて策につきまして市長の 思いをありましたら、一言お願いします。え<長>、向山議員の再質問にお答えいたします。えー、先ほどお話ありましたあの子育て施策の充実はあの、えー、先週もあのご答弁させていただきました。けれども、非常にあの長崎の姿勢の中でも人口減少問題という視点だけではなくて。 えーまあ、あの市民の皆さんがあの幸せに暮らすという、えー、意味でも、子どもたちの存在、あの子育てのしやすい街というのは非常に重要だというふうに思っております。その中で、あの基本的にはあの子育てがしやすいというふうに実感していただくために、時間の切れ目のない支援、それから場所の切れ目のない支援、いろんなところであ応援してもらっているなというふうに感じる、そういう支援を充実させていきたいというふうに考えています。それからあの そういう、それと、あの、並びまして、もう一つ大事なのは、やはり、あの、それを情報として受け取ることができる、あの、実感することができると言いますか。そういった仕組み、発信の仕組み、発信受信の仕組みも非常に重要だというふうに思っております。そういった点、あの、しっかり工夫しながら、あの、今後もこれまで、あの、いろいろ充実させてきた部分がしっかりと伝わって実感していただけるように。あの、さまざまな取り組みを進めていきたいというふうに考えております。以上です。三十三番、向山宗子議員。 あの、私ももう同意見でございます。やはり長崎意外と発信ベタだなって思ってます。あの、さっき言いました。ブックスタートの件も本当に前から頑張ってますし、学校図書館司書だって遅れてた。長崎が今県下のトップを走ってると私も自負しておりますし。し、いろんなその子宮頸がんの対策にしても、また乳がんの。 エコー検査にしてもよその年はやってない高濃度乳房が見つかる検査が女性が出て安く受けられるわけです、そういうことがあよそとは違うんだよって、よそとは違う,そう,いう応援をやってるんだよということをもっともっとアピールをして長崎を選んでいただけるように、そういう広報も本当に重要ではないかと思います。 これからもしっかり私も頑張ってまいりますが、ということで、今回質問を終わらせていただきます。休憩いたします。午後は12時30分から再開いたします。